どうも、花房皮膚科花房です。今日は、シミ治療の一つとして、老人性色素斑について解説させていただきたいと思います。シミといえば、老人性色素斑って言ってもいいぐらいこう代表的な、シミの一種なんですが、これはね、名前の通り、加齢によってこうできやすくなってきますね。老人性っていう嫌な名前がついてるんですけど、実際は30代とか40代ぐらいから、老人とは言えないような年齢から、もうできてきますね。これはね、紫外線による影響がかなり大きいので、顔とかデコルテとか手背とかそういったところにできることが多いです。大きさはね、大小様々で、3ミリぐらいのものから、3センチとかすごい大きなものまで見られますね。褐色で、時にはちょっと黒っぽく見えることもあると思うんですが、それで、比較的境界明瞭で、いろんな形のものがありますね。で、少し、ね、表面がザラザラしているようだったりとか、少し盛り上がっているなというふうに見える場合もあると思います。これはね、どういう病態かというと、メラニンを作っているメラノサイトがなんか変異してできたもんじゃないかっていうふうに思ってる人がいるんですけど、実はね、それは全くの誤解で、角化細胞って言って、表皮を形成している、細胞の、異常なんですね。その、表皮を、作っている角化細胞が、紫外線や加齢なんかとともにこう異常化して、すごくこう増えていってしまった状態なんですね。で、ターンオーバーも異常になっているので、こう分厚くなったりして、メラニンを蓄えやすくなると。さらにその異常化した角化細胞がメラノサイトに指令を出して、もっとメラニンを作りなさいっていうふうに指令を出すことによって、さらにこうメラニンが増えていってシミとして認識されるようになった、ものなんですね。そういったものなので、角化細胞の異常化したものっていうのは覚えておかれるといいと思いますね。で、そう聞くとね、なんかがんとかと関係あるんじゃないかって思う方いらっしゃるんですけど、これはね、完全な良性腫瘍で、そこからこうがんが発生するリスクっていうのは、普通の皮膚と同じっていうふうに見積もられております。紫外線を避けることで予防はできると思いますので、なるべく紫外線を避けるようにしたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、いざできてしまえば、これはね、急スイッチレーザーとか、ピコレーザーっていうレーザーで、簡単に、取ることができますので、もし、困ってる方は、近くの美容皮膚科にご相談されるといいんじゃないかなというふうに思いますね。もし参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。